セット内技法とは、後期旧石器時代の白片制作技術の一つ。平たい表面をした石角から、翼のように横に長い白片を、連続的に剥離する技法である。石人技法と対象となる技法である。制作工程は、石材素材の表面の平たい白片を選ぶことを第1工程とし、翼のように横に長い白片を剥離することを第2工程。 国府型内風型石器を製作することを第三工程と区分している。分布は近畿、中国、四国などのサヌカイトを素材とする地域、九州ではスレートを素材とする地域、東北では結岩を素材とする地域に分かれる。関東で発見される横長、白辺も、系統的に瀬戸内技法との関連が問題となっている。年代的には、 大分岩戸遺跡の瀬戸内技法を含む第一次文化層がアイラ・タンザワ・パミスで表記されるより上にあることから大体2万年前後に出現したと考えられている。類似した技法として西アジア新石器時代初期の石人の量を打撃して横長白片を連続的に取る技法、エジプトやメキシコにも浴場白片を取る技法が見られる。 国府遺跡の資料をもとに、鈴木義正、高橋守によって提唱されたサヌカイト製の大型石器、松藤和人による。ありがとうございます。